こんにちは、こんばんは。モナロチャンネルのヤです。はい、病気になりました。3月になりましたね、皆さん。はい、前回まさかね、ちょっと告知動画みたいな感じでやったんで、今週はね、野球の動画出そうかなと思ってたんですけど、ちょっとあまりにも、この人生的にでかい物事が起きてしまったので、ちょっとこれはね、動画にせざるを得ないということで、ちょっと2週間連続で、野球の動画ないんですけど、先に言っておきますけど、今すぐに命の危険があるとかいう病気じゃなかったです。それは良かったんですけど、病気になりました。じゃあ結局、じゃあ何の病気になったのかっていうのを、ちょっとこう段階踏んで話していきたいんで、ちょっと一から聞いてってください。いやー、僕ですね、来月で、なんかこう人生の節目ですかね、レベル30にレベルアップするんですけど、こういうね、病気に、なんかなると思ってなかったんですよね、まだ。でもなんか漠然とね、ちょっと病気の話する前になんですけど、漠然となんですけど、うちの家系の男子家系ってみんな早死になんですよ。うちの父親も50代で死んでますし、俺のおじいちゃんは、60歳とかだっけね。もう生まれる前に死んじゃってて、で、そのまた一個上のおじいちゃんとかもうみんな早死にで、だから俺も多分もう50歳で死ぬんだろうなって思って生きてるんですよ。で、別に健康に気を使ってないとかではないですよ。まあ、やっぱ遺伝がでかいんで、そういうのは。って思ってるんですけどね、いやーって感じですね。まあ、ただ母方の家系はね、逆にめっちゃ長生きだったり、うちに来る女の人はみんな長生きなんで、一緒に住んでるおばあちゃんももう90ですし、ひいおばあちゃんがまだ104歳まで生きてるんで、まだ生きてるんですよ、元気で。なんでちょっと分かんないんですけど、病気になってしまいました。はい、ということで、ちょっと病気の話をしていくんですけども、まあ、最初の方にもね、あったんですけど、夜中に激痛で起きるというのがありまして、で、ちょっと持ったんですけど、緊急搬送はね、されてないんですよ。救急車電話かけようと思ったんですよ。人生で初めて。もうさすがに痛すぎて。もうやばいと。これなんか絶対やばい病気だって思って、あまりにも痛すぎて。もうこれは、ちょっと申し訳ないけど、救急車だって思ったんですけど、僕ね、弟も今一緒に住んでるんですけど、いつもね、朝とかまで起きてるんですよ。で、ワンチャンにかけて LINE したら起きてたんで、ちょっと、めちゃめちゃ大きい病院が、一応車で行ける距離にあって、そこに電話かけて、救急科とかもうめちゃめちゃいろいろ揃ってる。で、救急科に電話かけて、じゃあ来てくださいみたいになって、行ったんですよね。で、車で。ただ、救急科ってやっぱ大変なんだなっていうのがあって、なんかその日ね、日曜日だったのかな、祝日だったのかな、ちょっと覚えてないですけど、朝、4時か5時に行ったんですよ。で、4時間待ちますって言われたんですよね。もう死んじゃう。もう死んじゃうと思って。結局2時間ぐらいかな。2時間ぐらい待って。なんか人生で初めてかもしんない。なんか、痛すぎて、着いた瞬間に、一応トイレにはいっきり耐えてたんですけど、痛すぎて吐いたんですよね。痛みで。吐き気がするじゃないですか。例えばきつい練習でも吐いちゃうみたいな。それあるじゃないですか。それ系っすよね。で、やっと診察の番が来ましたと。まあ、診察受けますと。で、緊急科の先生だから、多分なんか本当に、なんだろう、本当、結構もう命のやり取りをしてるような先生が最初来て、もう目バッキバキで、どうされましたかーみたいな。圧強ーみたいな思いながら。で、まあこう、お腹が痛いですみたいな。もうこの辺痛いですみたいな。吐きましたーみたいな。で、一旦、そこ寝かされて、点滴したんですよね。痛み止めと、まあその脱水があるかもしれないみたいなんで、普通に栄養補給みたいな点滴して、で、だいぶ収まって。で、その後、なんか1時間ぐらいしないぐらいで、なんか夜中にいる先生じゃなくて、午前中にいる先生になって、たぶん。もう当時8時、9時ぐらいになってたんですけど、その時は。で、その先生がね、あまりにも岡ちゃんに似てて、岡ちゃんの兄貴より岡ちゃんに似てましたね。で、なんかエコーと CT やりましょうみたいになって、エコーやったんですよ、最初。で、エコーやったら、まあ、その病気がね、ちょっと見つかったんですよね。で、ああ、ここにあれがありますね、みたいな。マジっすかみたいな。名前は聞いたことあるみたいな。なんか、めっちゃでかいです、みたいな言われて。めっちゃわかったんですね、その岡ちゃんの先生は。めっちゃ若くて。まあ、僕もこの症例あんま見たことないですけど、僕が見た中で一番でかいですって言われて。怖っと思って。で、一応ちょっと、だからその後に CT もやりましょうってなったんですよね。まあ、なんか、ああいうのウィーンって入って、人生初めてですよ。入って、で、なんか、造影剤っていう、なんか、薬をね、ここから、ビューって入れて、体がすごい、サウナ入ったみたいに、ガーって熱くなるんですよ。それで、CT で初めて撮って、うわー、なんかこれ、すごい、なんか、
こんなんかマジでやばい病気やってやだなみたいな、あでもなんかよぎったんですよねそこで、あもううちも早死にの家系だしなみたいな、なんかもうワンちゃんなんかあんのかなみたいな、でまあ結果が出ましたと。まあ、結論 CT ではあの特に何も異常はなかったです。でそのエコーに移ったのが、まあ、僕の原因だったんですけど、その原因がですね、胆石でした。胆石、いや知ってますかね胆石って。僕もあんまりしなかったんですよね。なんか尿管結石は結構知ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあもう調べたんですよね自分なりに。なんかもう第一選択が手術って書いてあったんですよ。なんかこうで第二選択がその薬とかで溶かすみたいな。でもなんかねあんまり効果ないらしくて、手術でもうその胆石ができる胆嚢っていうところごと取るみたいな。手術かみたいな。で普通に入院とかしなきゃいけないみたいな。全身麻酔出しみたいな。うーわなんかでかいのになっちゃったなみたいな。なんかそんなまあね別にそのすぐその命の危険があるとかじゃないんですよ別に。そのけどなんで痛かったかっていうと胆石発作っていうのがあるらしくて、それが出るとなんかまず激痛なんですよねここら辺が。で夜中に出やすいみたいで、一回胆石発作出るとその結構出やすくなるみたいな。でもう手術して取っちゃうみたいなのが結構あるあるなんですけど、そこでなんかその胆のうとつながってる胆管っていう管があるんですけど、そこにこう胆石が塞がっちゃう、石がこうパコって塞がっちゃうとなんか出るみたいな、なんかそこはちょっと詳しくは分かんないんですけど、とかなんかその辺のせいで感染症になったり胆嚢炎っていうのになるとやばいらしくて、だから そこでなんかそれでもほっとくとやばいみたいな、命の危険があるけどまだその前の前段階ぐらいなので多分大丈夫なんですけど、もうね発作が本当に痛くて、こういう殴られたらとかの痛みじゃないんですよね。なんかそれってここ痛いじゃないですか、ここが痛いってのは分かるんですけど、内臓の痛みって内臓痛ってどこが痛いのか分かんないけど、もうこの辺が鈍痛なんですよ。激痛、鈍痛の激痛ってなんかなかなかないんだけど、大のねこの大の大人レベル30に到達しそうなレベル30の男はですよ、リビングでのた打ち回ってましたからね、痛い痛いって言いながらっていうくらい痛かったんですよ本当に。そこ緊急科だったんで、その後にちょっと外科の先生に見てもらいましょうって言ってたらい回しにされたんですけど言い方悪いけどね、緊急科の先生にはあもう手術ですねって言われたんですよ。もう二言目ぐらいに岡ちゃんに言われて、あもう手術しましょうみたいな。マジか、なんかすごい軽い感じで言うなみたいな。ただ外科の先生でもう一回見てもらったところ、これ結構大きいですって、なんか、分かんない、胆石取った人がいるか分かんないから分かんないんですけど、なんか15ミリ以上あるみたいな言われて、胆石ってですね1年で1ミリとか2ミリくらいしか大きくならないらしくったんですよ調べたら。だからもう相当昔からできてたんだなそもそもみたいな。でただあまりにもそのさっきも言ったんですけど発作が連発とかこれいっぱい出ちゃうとか、なんかその辺以外の症状が今後出てきたら手術になるんですけど、まだ経過観察でも大丈夫かもみたいな。で一応僕も帰ってから調べたんですけど、確かに胆石ってめっちゃ持ってる人多いんですよ。ただ症状が出ない人がほとんどみたいで、その症状が出たら手術なんですけど無症状はなんかそのままでいいみたいな書いてあったんですね。もう無症状で居続ければなんか手術は回避できるというところで一旦今回は手術なしになりました。いやただ今後ねどうなるか分かんないんですけど、どうやったら発作が出ないようになるのか、もう単純明快、健康に運動して食事を食べ過ぎない で油を控えてみたいな感じです。もうほんとにザ健康みたいな感じで生きてください。でストレスもなんか見たサイ僕が調べたサイトに書いてありました。どうもう健康に生きてくださいというところでしたね。はい、ちょっと最近食べ方をめっちゃ工夫して、なんとか発作がですね最近は出てないです。その病院行った後すぐ2回ぐらい出て、もう青ざめたんですけども、もう手術だと思ったんですけど、そこからちょっと本格的に食事方法を変えたらちょっと出てないですね最近は。ちょっとマジでちょっとレベル30になったら本当にやっぱなんか変わるぞみたいな言われてるんですけど、本当その通りだなという話でした。はい、とりあえずまとめるとですね、僕は胆石にありましたと。発作が出たら死にそうに痛かったですと。ただ今のところは手術とかしなくても大丈夫かもしれないけど、なんか発作とかがやっぱ今後も出てきちゃうとちょっと手術になるかもしれないみたいな。で入院とかも普通にあるんでみたいな感じですね。やっぱなんか病気
になることもねあるので、よかったら健康診断とかねぜひ受けた方がいいかもしれないですね。僕はあのフリーランスなんで全然受けてなかったんですよ最近。ちょっと大事だなと思いましたね。はい。で僕の現在なんですけども、あの最近あの仕事がなんかちょうど途切れて全部なくなったってツイートしたらですね、まあなんかありがたいことにいくつかお声掛けいただいて、なんとか生きてはいけそうなので、来月のレベル30を迎えても頑張って、生きていこうかなと、生きていけたらいいかなと思っております。ボナール野球部もね、この前撮影にも行きましたし、今後も続けていこうと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしててくださいということで、今日はねちょっとめちゃめちゃ個人的な報告でしたが、最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひ次の動画も楽しみにしててください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。胆石ってじゃあどんぐらい痛いかっていうと、三大激痛って聞いたことあるじゃないですか。尿管結石とか出産とか群発性頭痛とかなんか諸説あるんですけど、の中の候補に1個入るぐらい痛いらしいです。